タンスの弦、タンスの弦、タンスの弦から弦さん届きました。弦さん届きましたよ。弦さん届きました。ゲンさん届きましたよ、ゲンさん。おぉ、いいじゃん、いいじゃん。あ、いい、いい。あ、柔らかい。あ、ちょっと、まあ、クッションありますね。デニム、これデニムなんですけど、ほら。まあ、ちょっと僕、椅子あっちにもあるんですけども、ちょっと新しく、もう4年ぐらい使ってるんで色褪せてきてるし、全部入れ替えようかなと思ってこちら買いました。これいいじゃないですか、デニム。もうほんとジーパンみたいですね。ここのね、スイッチがね、いいなと思ってね。このスイッチいいっすね。いいっすよ。まあいろいろ悩んだんですけど、やっぱね、これがね、この形が座り心地一番いいんで、まあこれはもう簡単な構造ですからね。まあ、ここは下一緒ですね、完全一緒だな。まああとね、本棚も届きましたからね。もう事務所大改造計画です。事務所大改造計画。まあ大改造っつっても、まあちょっといろいろ入れ替えてるだけなんですけどね。まあ新しい家具、家電、椅子切り替えております。まあちょっとずつね、ちょっとずつ秘密基地を作ってる感じですね。いやーでもあっという間の4年でしたね。4年早かった。4年早かったわ。あ、このデニムいいっすね。デニムいいっすね。いや、これもね、なんかデニム、これもうペタペタですね。もう全然クッションない。へたってる。
ちょっと売りに行きますもん。今日売りに行こう。今日売りに行こう。売れるかな。まあ50円ぐらいでは売れると思うんですけどね。でもね、ちょっと色がね、もうちょっと色褪せてる感じあるんで、どうなんだろう。色褪せちゃってる感じがあるんで、ここどうなんだ。あ、こうか。いや、これ簡単ですね。簡単でいい。早く座ってみたいですね。
よし、できた。ちょっとしっかりしてません、ね、ちょっと座っていいですか。ファーストインプレッション。ああ。ああ。全然下手ってないですね。下手りゼロじゃないですか。これ、下手りますからね、そのうち。あ、でもちょっとあれっすね。ちょっと分かったことがあって、ここの線、ここが短いな。ここが短いよ。ちょっと気持ちこっちの方が低い感じがしますね。ね、こっちちょっと低いでしょ。うん。いや、もうだいぶ下手っちゃって、もう全然ない。ペカペカ、こっち。こっちペタペタですね。こっちペタペタ。これ色も全然違うな、これ。こっちほんとデムに、デニム出てるね。これ、売れるかな？どうなんだろう。もう一応持っていこう、はい、あ、いい、全然違う、めちゃくちゃいい。うわ、クッション性ある。いや、クッション性ありますよ。あ、クッションあるね、いいっすね、いい。あ、クッションあるやん、これいいね。これ、まあ、へたりがいつへたるかですね。こう、全然クッション入ってるね。あ、いいっすね。これでタバコ、いい感じに吸えるな。タバコ椅子ですから、これ。ここのね。このタバコ椅子なんで。いや、めっちゃいいじゃん、これ。これ、めちゃめちゃいいじゃないですか、タバコ椅子。あ、これもう一脚買ってもいいな。これめっちゃいいっすね。これめちゃくちゃいい。あ、これめっちゃいいっすね。やっぱクッションがあると全然、クッションもうなくなってるからね。いいっすね。ちょっとタバコ吸います。